皆様こんにちは、和也と申します。みんな笑いに飢えていないかい？俺ね、何でもね、割と笑ってしまうような笑い上手なところがあって、そういうものをね、なんとか直したいなと思って、今回はこの企画を持ってきました。ボケて笑ったら動画即終了。じゃあボケてのね、まずね、急上昇見ていこうか。蜂蜜です。ああ、そうだね。うん。蜂蜜だね。怪し方がほら。ちょっとね、喉の調子悪いだけだから。ボロ者たちが集まってしていたら嫌なこと。喧嘩、いじめ、パチ屋の回転待ち。結構いるよね、パチ屋の回転待ち。でも、ボロボロもね、そういう娯楽に飢えてるかもしれないからいいんじゃないかな。うん。ボノボノフェスタ2020年、みんなも行こう。うわー、猫になる夢見たわ。単純に可愛い。 41.1 度、温度計。温度計だね。笑ってないよ。ドッジボールの最後の一人がしぶとい。最後の、あ、すごい、すごい受け方するね。うん、いるいる。こういう人いるいる。幽霊が出るという洋館に3人で来てみた。一人多い。とっととくたばれクソ野郎。ハム太郎の歌、幻の3番。とっととくたばれクソ野郎。空を見上げてください。青いでしょ？つまり増税です。やめてくれ。ん、どうした野原くん。箸が進んでないようだが。いや、実は、最近物忘れがひどくて。なんだって？ガタ、物忘れがひどいのか。そんな話したっけ？いや、忘れるの早すぎるだろ。ロッチナック。ロッチナック。いける。いける。